浜松古西とヨ橋道路予定図浜松古西とヨ橋道路は東名高速道路、新東名高速道路稲佐連絡路三日日ジャンクションから三加港までを結ぶ予定の道路。浜松古西とヨ橋道路は三日日ジャンクションから静岡県古西市を通り三河港までを結ぶ予定の道路である。沿線の三沿南新地域は北部に険しい山間部が広がり、 南部の海岸沿いに平野部が点在する地勢である。この地域では、明治以降国家主導の元東名高速道路、新東名高速道路、東海道新幹線、東海道本線といったもっぱら首都圏、近畿圏間を結ぶ東西軸の道路、鉄道路線が整備された。一方で、南北軸の交通網の整備は進まず、鉄道は1937年に、 飯田線が全線開通したものの、道路整備は遅れており1983年度に、三円南新自動車道の計画がようやく始まった。そのような中、名豊高道路の建設が進み全線開通も視野に、入ってきた2011年に、民間で、浜松三河日、豊橋道路が立案された。したがって、当初は、国土交通省の事業路線ではなかった。 2015年7月、麻生財務大臣は、事業化されていない路線の要望は珍しい。国土交通省と事業化に向け道筋をつけてもらい、然るべき段階になったらしっかりと応援したいと述べた。この道路案は、単に三円南進地域の南北軸を形成することのみならず、太平洋側と日本海側を結ぶ、新国土軸の形成をも意図している。当初は、 三日日ジャンクションを起点に、湖西市を通り、豊橋市南東部で名湯高道路に接続する道路案が大方の味方であったが、重要港湾である三河港の自動車輸出入港としての有望性に鑑み、終点は参加港付近と決定された。2018年12月、国土交通省中部地方整備局により、第一回計画段階評価が行われた。 2020年6月24日に開かれた社会資本整備審査会道路分科会中部地方省委員会において3つのルート案が示された。それぞれ1キロ幅で示され、その内訳は豊橋市街地と二川市街地の中間を通過する西側ルート、新所原市街地の東側を通過する東側ルート、新所原市街地の東側を通過し、 国道23号と豊橋東バイパスに合流、その上でバイパスを拡幅する国道23号拡幅ルートとなっている。今後、関係自治体及び企業への聞き取りなどをもとにルートを絞っていくとしている。2021年10月15日、浜松三河日、豊橋道路建設促進規制同盟会及び本、道路の沿線自治体は、浜松三河日、豊橋道路の名称を 浜松湖西と余橋道路に変更すると発表した。今後は浜松湖西と余橋道路の名称で要望活動等が実施される。ありがとうございます。